中華帝国また、中華王朝とは、中国の歴史において、統一的あるいは正統的な王朝である、旗、漢、儀、進む、隋、唐、宋、元、明、清のことを指す。言葉から解説すると、漢民族の居住地域を支配し、周辺諸国に中華思想の影響を及ぼし、天命を受け継いだ帝国的な王朝のこと、紀元前の古代中国に登場した。 統一国家。近代以前における東アジアは、一つの政治権としては、中華帝国の世界であったともされる。また、似た言葉として、中国の王朝がある。これは、現在の中華人民共和国の地域において、天使が天の委任を受け、天下の全部、または一部を収めた朝廷のことである。侵害革命で、新国が滅びた後、 遠征外が建てた中華帝国は、荒罰や禅城によるものではなく、いわゆる一般的な中華帝国とは異なる。北宋、領の位置関係。北宋は、領、成果に対して、多額の再兵を支払っていた。南宋、金の位置関係。領を滅ぼした領国は対立し、宋は、首都開封を失ったものの高難で抵抗し続けた。また、領朝と金朝は、 軍事的な面では総長を圧倒し、宋は事実上、領、金の属国であったが、官民族が建てた国であった。それゆえに、従来の中国史の視点では、総長だけは弱かったものの政党王朝とされ、軍事力は強かったが異民族の建てた国であった。領朝、金朝は正統ではないと認識されている。実際に、天は存在せず、王朝による事象であったことに留意。 NHK 高校講座世界史第6回中華帝国の形成監修佐川英治世界大百科辞典東アジア平凡社コトバンク天下と天朝の中国師団上関位は並み新書2016年8月19日 P1 から5このページは曖昧さ回避のためのページです一つの語句が複数の意味職能を有する場合の水先案内のために 異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。